三霞山は愛知県豊田市にある新言密教の単立の寺であり、自覚は総本山である。本尊は不動明王。愛知県では比較的規模の大きい寺院で、家内安全、交通安全などを祈るごまぎ刀のために訪れる人も多い。不動明王信仰の寺院の一つであり、寺名は一般には三霞山と呼ばれることが多い。三霞山の競技は、 明治の神仏分離霊前の日本の一般的な信仰形態である神仏集合の教義である。空海等が体系的な教典仏教をもたらす前に断片的に伝来していた仏教教典と日本古来の神道、山岳信仰を組み合わせた教えで縁の渦を思祖とする教えということもできる。空海も等へ渡る前は主言道を治めていたことが知られている。 空海や最澄が体系的な仏教をもたらした後は、本次衰弱という形で、仏教体系の中に神道が取り込まれる形で、日本の宗教が定着していった。天皇も日本仏教の法王や、上皇の称号を有していたほか、皇室は、神言密教にも則っ,って祈祷や埋葬等を行っていた。しかし、明治維新の際に、神仏分離令が出されたため、 各地の神仏集合の寺社は神道か仏教を選択する必要に迫られた。多く神仏集合の寺社は分離し、ゆえに多くのお寺と神社が隣り合っている状態が日本各地でよく見られる。三霞山は神仏分離前の日本の一般的な信仰形態を残している。三霞山は三霞山名家の代に流盛した。三霞山名家の家系は 吉野主元道を修する家系であったが、第二次世界大戦前は有名ではなかった。戦後に、神仏集合が、再び公認されるに至り、発展を迎えることとなる。三玉山は、愛知県に四社寺、岐阜県に一社寺を構える。昭和30年代に、宗教法人化した。行事としては、春秋の大祭のほか、夏と冬に、御岳山。 富士山へ倒廃している。上記の通り三玉山の教技は、宗教の体系上では、主言道と捉えられるが、空海にあやかり高野山真言宗に近い教技で、あるとされている。本尊は、不動明王で、脇地に工房大師を配置している。また、豊田市の本山には、工房大師の誕生から聖居までの埋葬の仏像を、祀った、具法道もある。ゆえに、 工房大師に対する信仰も三鷹山では重要とされている。2013年1月時点の館長は三鷹山活用である。豊田市の三鷹山大天院の境内は広く、本殿、六角堂、愚報堂が廃されている。主廊は愛知県最大とされている。約62体の愚報大師の年ごとの仏像を廃した愚報堂は圧巻である。最寄駅は、 名鉄平戸橋駅。以下の五社寺のほか、御嶽山麓に、霊神城、御嶽山中に、白川大宮の霊拝城等を要している。ありがとうございます。